しにいったものが結果としてつながってるんですからね。スタートラインとしたらいいスタートを幸運に切れたなっていうのはあるんですよ、事実と。だから、そこからの持続性の問題です。130のロングランしたら、実力の勝負になってくるからね。確かに勝負ですから意外性はあるんですけど、そうじゃなく力の充実をどういうふうにして相手5球団のですね、変化を捕まえながらいかなきゃならない。松井、日本ハムのウィンタースに負けないぐらいのパフォーマンスでも楽しませてくれそうです。Welcome to TBS Sports Special. Matt Winters here. I'm with the two latest Shin Gai Kokujin for the Daiei Hawks.This year, Daiei in good condition. This man over here, Reimer-san, how do you feel? Good condition? Really good. Glad to be here. Oh, heat condition? Tracks is going to win the batting title, I believe, this year. So, how do you feel? Any words for the Japanese fans? Well, we're having a blast here so far. Everything's been great. Just hopefully we keep winning, so that'd be good for us. Oh, Ii Kanji. Very good batting. Nay. You know, he likes to do stuff like that, you know, when it gets towards game time for me. I'll do stuff like that, but not like right before the game. Before the game, you want to get ready for the game. You try to get yourself mentally ready. He's capable of doing it. I don't know if I am. We'll have to find out.お祭り野球と行きたいダイエーは2回、ロッテ先発イラブに3連打を浴びて満塁のチャンス。ここで松永が押し出しのフォアボールを選び、ダイエーはローセスして1点を先制します。さらに山本がこの当たりで一塁にヘッドスライディング、惜しくもアウトとなりますが、ダイエー勝利への執念を見せます。しかしロッテも3回、コントロールに苦しむ若田部からポールのファーストゴロが偵察崩れとなる間に同点。ここで一気に若田部を攻略したいロッテですが、初芝はショートゴロでこの回1点止まり、両チームともあと1本が出ません。今シーズンなぜか打線の援護に恵まれないイラブ、味方のエラーにもめげることなく要所を締める粘りのピッチングでダイエーのどんたく打線に得点を許しません。一方、立ち上がりからピリッとしない若田部は4回、浜名のこのファインプレーで本来の自分のリズムを取り戻します。ダイエーは8回、力投を続ける若田部に打線が応えます。トラックスター・ライマーのセットコンビがチャンスを作り、若田部の女房役吉永が初球をライト前にタイムリーヒット。ダイエーは終盤貴重な勝ち越し点を奪い、お祭りムードが最高潮に達します。ミスターチューズデー若田部は中盤以降スライダーも決まり出し、本来の安定したピッチングでマリーンズ打線に付け入る隙を与えません。6回以降はパーフェクトに抑え、祭り林がドームにこだまする中、3勝目を見事完封で飾りました。フォーク、まあ、自らね、勝ちのムードをね、断ち切って自分を苦しい空方にね、導いたということで、ね、やっぱり自分で耐えていかないとね、やっぱ打線も援護してくれないと思ったんでね、チーム状態もいいと思うんでね、また首位にね、なると思います。はい、王者の前に立ちふさがったのが福岡ダイエーホークス。28年ぶりの開幕4連勝に始まり、破竹の勢いで快進撃、西武との熾烈な首位争いを繰り広げています。去年大会、そして16年連続 B クラスのこのチーム、今年はどうしてこんなに強いのか。強さの秘密を探るべく球場へ足を運んでみた。強さの陰にはこの人あり。
動の4番バッター秋山浩二選手。去年まで西武でプレー、リーグ優勝そして日本一の経験もある。今シーズンからトレードでダイエーに移籍してきた。なかなか好調でダイエー。ダイエーは好調ですね。ダイエーは、秋山さんは、今からですね。うん、でも尻上がりに良くなってきてますよね。そうですね、ここずっとだいぶいい感じは出てきますよね。この黒いユニフォームというのが強そうに見えてきたという感じがするんですね。そういう風に見て、見えるようになってくるとね、いいことだと思いますね。福岡の球場というのはやっぱり大きいでしょ。あそこでホームラン出た時はどんな感じだったんですか。そうですね、もうあそこで打てればね、他の球団の球場は、ね、どこもやっぱり狭く感じますしね。去年までのチームメイト西武との戦いでは、西武とはやっぱり燃えますか。全球団ねやっぱり同じような気持ちで言ってるんですけどもね、やっぱどうしてもずっとパ・リーグで、ね、優勝続けてるチームなんでね、やっぱ叩かなきゃ上に上がれないっていうのはね、あると思います。チームの弱点はどこですかね。いや、弱点はないんじゃないですか。ない。だからもう打って崩すしかないと思いますよね。しかし良い時ばかりではなかった。環境が変化したためか、4番バッターとしての重圧のためか、チャンスに打てない日もあった。それらしくはやってるしね、リズムはそう崩れないでやってるから、たまたま結果が出てない時にね、周りのなんていうかな、期待度が強いから苦労してるなっていうような感じはしますけど、根本監督と久しぶりにやってどうですか。そうですね、何も言われないし、秋山さん自身も監督は僕にまだ何も言わないんだって。うん、それは別にもう言うとしてもないしね。もう自分で考えてやる年だからね、情報分かるわけだから、でやっぱ、ね、経験と年齢持ってるから何か考えてるわけですよ。それを第三者の考え方を入れること自体の方が不親切だと思うしね、迷わせるだけだからね。4番の不審の時にはこちら、新戦力のトラックスラー選手が打つ。同じく新戦力の松永も打つ。ホークス生え抜きの選手も黙っていない。そして根本監督も、春の珍事と言われたこともあった。しかし根本監督のもと、秋山選手に代表される新戦力と相抜きの選手たちがうまく噛み合い、現在13勝8敗、首位西武に1ゲーム差と迫っている。この強さ本物かもしれない。いずれにせよ大英快進撃でパリーグが俄然面白くなっている。改めてまたこの時点で目標を聞かせてもらえますか。いや、まあ大英がね、やっぱ少しでも一つでもね、やっぱね、上に行けるようにね、そのためにやっぱ、なんか手助けできたらなと思いますし、まあ、個人的にはね、やっぱりね、まあ、最後までね、やっぱり3割30本、30時ね、まあ、積み重ねだと思ってるんでね、最後まで頑張ってきたと思います。はい。好調大栄の渡辺秀和投手、プロ初勝利でチームも連勝、10勝1番乗りで快進撃はとどまるところを知らない。これで2人1ゲーム差。